はい、こんばんは。どんチャンネルです。9月24日、昨日見た映画ね、感想いきますね。タイトルはロード・オブ・ザ・リング、英題はジがつくんですね。ジ・ロード・オブ・ザ・リングス。どこから行こうかな。まずね、この映画公開年が2001年です。21世紀になってすぐ公開された映画がなんで今頃上映しているかというと、 IMAX 版でね、登場してるっていうことなんですね。で、自分2000年頃って言ったらさ、もう生活に困窮していて、とても映画を見ようっていう気持ちにはなれなかったんで、このロード・オブ・ザ・リングスはね、ロード・オブ・ザ・リングはね、僕全くノーチェックだったんですよ。で、映画館で他に見たい新作映画もなかったし、ああ、そうか、なんか今まで見損ねた大作がね、IMAX で見れるんだったらいいじゃんと思ってね、今日意を決して見に行ったんですね。うん、そういうこと。J.R.R. トーキンの小説、指輪物語を現代とし、ピーター・ジャクソンが監督、共同脚本を務めた、叙事詩的ファンタジー冒険映画3部作である。あと2本、あと残りの2本をね、IMAX で、やりますよっていう告知がね、今日映画館行ったらね、されてました。でね、まあ、その3作ともね、アカデミー賞に、まあ、各部門でね、推薦、ノミネートさ、とかされている、まあ、上質な映画だっていうのは分かってたんですよ。まあ、だから IMAX に見る価値もあるだろうと思って今日行ったんですね。そしたらさ、やっぱすごいね、IMAX でね、こんなでっかい画面で、なんか、なんて言うと、結局、中世ヨーロッパが舞台になってるじゃないですか。まあ、はっきり中世ヨーロッパとは歌ってないけど、なんか街並みとか大自然がね、そんな感じですよ。だから、なんていうの、日本で水戸黄門を見てるような感じ。なんかある本に、もう最近時代劇とか全然見ないでしょ。それはなんでかで言ったら、なんかもう時代劇をね、撮ろうと思ってもね、そのロケに使える風景がもうなくなってるって言うんですよね。だから、このロード・オブ・ザ・キングでも、まあ、ヨーロッパの昔のこう、電信柱ない現代的な建物が一切ない、ただ広いこう広大な豊かな自然が映し出されるんですよ。それが IMAX の繊細な画面でボーンってくるから、もうその絵だけでね、なんか心に染みるんですよね。で、まあ、当然、まあ、中世ヨーロッパの話なんで、着ているものとか全部中世のものじゃないですか。あ、この映画絶対金かけてるよねって。まあ、それは特殊効果もあるけど、2001年の時点での特殊効果とかいうのは、まあ、知れてたんじゃないのかなと思うんですよね。それでもしっかり絵作りしてある。決してチャチな映像ではない。役者さんもちゃんと演技していて、あ、確かにこれはアカデミー賞にノミネートされるだろうなって思って自分ずっと見ていたんですよ。まあ、ただ上映時間が3時間ぐらいあるんで、途中からトイレに行きたくなってさ、それを我慢しながら見るのはちょっと辛かったなっていうのは正直なとこなんだけどさ。でね、見ながらちょっと別のことを考えたんですよ。最近さ、なんかこう、自分が好きな俳優さんが出てるところはちゃんと見るけど、そうじゃないところは倍速で飛ばすとかさ、なんか全体的に倍速で見るとかさ、なんか視聴スタイルもすごいなんかこう、なんていうの、最初から最後までさ、じーっとこらえて集中して見るっていうスタイルじゃなくなってるような世の中じゃないですか。まあこの、ロード・オブ・ザ・リングス公開日からもう20年経っちゃってさ、そしたらさ、まあ、たまたま僕は IMAX 版を映画館で見ようって決めて今日行ったからこらえて3時間見たけどさ、
3時間を超える映画って今、最初から最後まで、まあサブスクでも DVD でもブルーレイでもいいけどさ、じーっとこう、最初から最後まで集中して見てる人ってどれだけいるのかなとかいうのもちょっと思ったんですよね。だから、まあそら、これ小説もね、すごい、まあ日本的に言ったら、大河小説みたいなもんでしょ？ だからね、改作っていうことのね、扱いもね、ちょっと難しい世の中になるかもしれないですね。で、実際その、ストーリーが長く続く映画とかいうのはさ、まあ、例えばネットフリックスだったら、エピソード1、2、3、4、12まで、で、それがシーズン1、シーズン2とかさ、ずっと連なるような映画も、ドラマとかも普通にあるわけでね。今日ね、思いました。ロード・オブ・ザ・リングス、あ、ロード・オブ・ザ・リング。確かに、この映画っていうのは評価されるべき映画なんだけど、今、2022年、このパッケージングで、映画上映ボンとされた時に、人々がね、漏らす感想っていうのはね、20年前とはちょっと違う感想が出てくるんじゃないのかなとかいうのもね、見ながら思いました。でね、まあ、ここに登場している俳優さんももう今20年経ってるわけじゃないですか。どんな感じになってるのかなとかいうのもね、思ってね。今からね、こういう作品を作り出すこと自体ね、ちょっと難しい世の中。で、大作をさ、ボーンと金かけて作ったはいいけど、それを、さて、観客が劇場で見るのについてくるかなっていうのもね、ちらっとね、思ったりしました。まあちょっとね、余計な感想だったかもしれないけど、まあこの、ロード・オブ・ザ・リングっていう作品が20年経っても、まあ当然ね、見るに耐える作品ということでね、IMAX で上映することの意義は感じました。でも、その20年前どうのこうの関係ない人たち、今の2022年を生きてる人たちが、この、ロード・オブ・ザ・リングスという映画を、ポンと見たときに、果たしてちゃんとじーっとこらえて、視聴するのかなって。だってね、最初から最後までもうずーっと濃密だもん。手抜かりないもん。こっちもね、ずーっとこう、集中してみなきゃね、なんか失礼に当たるようなね、映画と僕は思いました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。